にちは、グッピー小杖です。今日はですね、見てください、これソロ用テントを購入して試し張りに来ました。そしてお昼ご飯を食べて帰ろうと思ったら、今ちょっとバーベキューが禁止らしいんですよ。で、聞いたら、あ、お昼とかご飯は別に食べていいけど火だけがあかんねんって言われたから、あ、じゃあお昼ご飯だけ食べて帰りますということで、火なし縛りでデイキャンプします。ほんまはこれ立ててこの中で冷やし中華を作って食べようと思ったんやけど、そうだからひねうちのシリーズあるやん、めっちゃ美味しいやつカバンに忍ばせてきたのに、これをここで茹でるということはかなわず、代わりにファミマでザルラーメン買ってきてんやんか。ほんまはなんか流水麺とかでちょっとほんまにちょっと料理してる風に見せようと思ったんやけど無理やったから、ザルラーメンで具はいっぱい買ってきたし、逆に言ったら火なしでお前どんだけ楽しめんねんみたいなところを見せつけるデイキャンプをしていきたいと思います。家でもまずはオールフリーで乾杯入れよ、今日は。あ、おいしい。実はえげつない失敗してんねん今日、ここに来るまで。今ちょっと2時ぐらいやねん、えげつない失敗したから。駐車場に着いたんですよ。ほんでテントの試し張りしようと思って、テントと椅子とボックスを出しました。私車からランクを開けて取りました。鍵をトランクに入れてインロックしてしまいました。そしてどうしよう思って、車は開かへん、カメラはなか、携帯もなか、持ってるのはちょっとのキャンプ道具と家の鍵と財布をこうぶら下げてるパターンの財布やったから、それぶら下げとって、ええやんか、もしかして落としたかなと思ってん、鍵じゃあ分かって、トランクに入れて助手席全部閉まってる。でトランクのところにもう見えてる感じ、開かへんねんトランクが。とこれもなんでこんなしょっぱな長々喋ってるかと言ったら、もうこれ今このデイキャンプでからいいけど、キャンプやと思ったら、キャンプ場やと思ったらゾッとすると思って、これはほんまにみんな持ち帰ってください、この失敗談は。でどうしたかと言ったら、財布と家の鍵はあって、家にはもう一個キーがあるので、まさかの電車に片言言われて取れて行ってきました。でもこんなアホなやつがおるかって、もうほんまにアホやな。その後この試し張り動画を涼しい顔で撮ってるんで、よかったらそちらの方をご覧ください。サラダチキンを、ザルラーメンをちょっと冷やし中華風にして食べようと思ってけども、一回これ食べるやろそのまま。しかも今日まな板とかそういうのも忘れたわ。何切れいこう、結構分厚い。帰って旦那さんに言ったらなんて言うやろ。このお箸でちょっと落ち着こう。いただきます。もう美味しい。お母さん、もうなんかお母さんを思い出して泣きそうになってますわ今ほんま。もうほんま私ほんまにアホやわほんまに。けどめっちゃ早く帰ってこれてよかったって感じ。でとりあえずちょっと大幅に時間が狂ってるので、ちゃっちゃと冷やし中華作っていきます。マジでちょっとまな板を忘れてしまって、メスティンの蓋で切っていきます。蓋の方がいいか。冷やし中華って千切りやんな絶対。もうええやんお前一人で食うねんからって言われんねんけどな絶対。でちょっと荒切りになって
と、なんかこのトマトも美味しそうなトマトやったから買ってんけど、トマトこんなに乗せてもしゃあないか、1個食べよう。で、乗っける乗っける、そのまま食べる。美味しそう。シソとトマトでいってみます。ポパイがほうれん草を食べた時ぐらい、もう今めっちゃ、もうめっちゃみなぎってる。うわ、この計算おかしかったな。ノンアル1個しか買ってこんかった。今まあええわ。ちょっとザルラーメンすごい固まってたんで、氷水をちょっと入れてほぐしました。めっちゃひんやりしたよ。これをここに入れます。じゃあここにいろいろ盛り付けていきます。このザルラーメンに入っとったこの大根おろしと、うおー、うわ美味しそう。いいやん、いいやん、うわいいやん。氷水で麺をほぐした後に発覚してんけど、なんあんねんな、ここに入っとったわ。ネギかけよう、ネギな。スープはどうなんやろ、これかけたら辛いかな。あ、めっちゃザルやな。氷水やっぱ入れるわ、ちょっと辛いかなみたいな感じ。美味しそう。それでから氷を少し浮かべたら、美味しそう。美味しそうやん、めっちゃ美味しそうやん。ほんでもうこれはお前冷やし中華ちゃうでって言われると思うねん。ただわさびがザルラーメンにはついとったけど、ここでからしを添えることに、からしを添えることによって、まあ、これはもう冷やし中華いいですよね。冷やし中華協会の方すいません、いいっすか、すいません、今日ばっかりはすいません。はい、っていう感じでできました。もうからしがねポイントです。からしがポイント、ほんまにからしがポイントということで、いただきます。いただきます。この、あ、冷た、めっちゃ最高、めっちゃ楽しいねんけど、もうさっさと食べようか。お散歩の人とかも増えてきた。いただきます。うん、わ、うまっ。っていうか、からし勝手にめっちゃ混ざってる。やばい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 。ちょっと、からしのゾーンがやばい。からしのゾーン、ちょっとふざけて食べます。あかんやつだよこれ。からしのゾーンになってる。やばいやばいやばい。ちょっとトマトでクールダウンしよう。うん、うんうんうん。からしのゾーンがやばいことなってる。早く食べないとからしのゾーンが思いっきりこっちに流れてきてる。ちょっと寄り目しとこう。うん、まだ全然火使ってなくてもこんだけ美味しくて、こんだけ楽しく過ごせんねやって思って、ありがとうって感じ。ザルラーメンのありがたさ、お米のありがたさとかそういうことは言うけどさ、ザルラーメンのありがたさってあんま言うことないやんか。マジでこの人生で初めて思ったけど、ザルラーメンのありがたさ。リピートアフターミー、せーの、ザルラーメンのありがたさ、まあ、そういう感じ。教科書に載ってもいいと思う。早食べろってな。この柚子胡椒の鶏ハムとザルラーメンも最初から合わせるためにやってますかっていうぐらい合うねんけど、ほんまに。うん、やっちゃいました2021年6月。なあ、こんなことはもうやっちゃいましたのうちに入れへんから、もうほんまやばいで、インロックって。でもなんかちょっと怖いなと思ったのが、そのキャンプ場でやったら最悪やなって思ったっていうのと、ソロ用テントを試し張りするときに、ソロがソロ言うてるやん、ソロ用テントを試し張りするときにそれが起こるって、ほんまにザルラーメンにもありがとうやけど、キャンプの神様ありがとうっていう話やる、ほんま。いや全然そんな変な宗教とかじゃないんですけど、ほんまにキャンプの神様ありがとうって感じ。もうほんまに
キャンプの神様が気づかせてくれたとしか思われへんぐらい大事件やと思う。コテージとかのインロックは一回それを見たことがあって気をつけようって感じやけど、こんな車でそんなんなると思ってへんからさ、もううまい。もうこんなこと二度とないようにするためにキュウリに結構からしを塗って食べるという罰ゲームを一人やのにやります。3、2、1、まあせやけど今日一日すっごい楽しかったです。もう昨日すごい娘とすっごい水遊びしてすっごい体動かせたんですよ。それだけでも痩せるかなと思っとったのに、この今日でめっちゃ痩せるわ。これもうほんまにスーパーモデルかいうぐらい痩せたと思います。なんか今日一日ちょっといろんなことあったけど、まあ、こういうデイキャンプもたまにはええやんって思いました。あーもうほんまやらなあかんこと多いし、あーもういいなみんなカフェとか行ってる、あーもういいなみんな便利な家電買うてる、うわ乾燥機付きの洗濯機買ってる、ええな、あーもうええな、うわこんな家住めてええな。もうちょっと今日はデイキャンプしよう。ここ火使われへんようになったんや。まあまあええか、火使わんで食べれるもん食べよう。流水麺で、流水麺ないやん、コンビニに流水麺ないんや。まあええか、ザルラーメンあるやん、ザルラーメンの上にサラダチキンとか野菜とか切って乗せたらええやん。いやでもこれって冷やし中華じゃなくてザルラーメンなんじゃん。いやまあまあええやん、わさびじゃなくてからしを添えることによって冷やし中華感増すやん。冷たくて美味しい、火が使われへんでも冷やし中華じゃなくても、なんか今日一日でタルを知る、こんなソロデイキャンプもええなってなるわ。早帰ろう、うん、まあ、マジで早帰らないとって感じです。推しです、推しです、飛び出しです。芸人用語で、あの舞台終わってすぐに新幹線乗ってどっか行かなあかんとか、すぐに次の仕事があるとき霜降り明星飛び出してとかそういう感じで使います。ちょっと私も今日飛び出しで帰ります。あでもめっちゃ楽しかったな、うん、こういうのもいいね。毎週金曜日は妄想女子ご飯という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、あんた今日めっちゃ頑張ったやん、頑張った頑張ったって思ってくれたらグッドボタンを押して応援してください。 Twitter と Instagram もやってるのでそちらのフォローもお願いします。めっちゃ汗かいたからちょっと帰ってパッとお風呂入りたいと思います。ではではでは。